フレデリック・ジャクソン・ターナーはアメリカ合衆国20世紀初期の歴史学者である。著作、アメリカ史におけるフロンティアの意義で名高い。ターナーはウィスコンシン州ポーテージでアンドリュー・ジャクソン・ターナーとメアリー・オリビア・ターナー夫妻の息子として生まれた。1884年にウィスコンシン大学マディソン校を卒業し、そこでファイカッパサ・イ・ユーアイ会の会員になった。 1890年、ウィスコンシンの毛皮公益を主題にして、ジョンズ・ホップキンス大学から歴史学の博士号を受けた。ウィスコンシン大学及びハーバード大学で歴史学教授を務めて多くの弟子を教育し、彼らが国中のアメリカ史プログラムで支配的存在になった。アメリカの性格を形作る時のフロンティアの重要性を強調したことは、 歴史の多くの学説に見られる解釈に影響を与えた。民族性や土地所有というような社会勢力の合成物としてセクショナリズムをモデル化したことはアメリカ史における社会、経済及び政治すべての発展の基礎として歴史家たちが社会史を扱う道具になった。アメリカ歴史学会では大きなプロジェクトで J. フランクリン・ジェームソンと共同研究を行った。ターナーは シカゴ万国博覧会開催中の1893年7月12日、アメリカ歴史学会に提出し初めて出版された論文、アメリカ史におけるフロンティアの意義の中のフロンティア学説で記憶されている。その中では、アメリカ合衆国の精神と成功は直接この国の西法への拡張に結びつけられると述べている。ターナーによれば、得意でゴツゴツした。 アメリカの独自性が形成されたのは開拓者の文明と荒野の荒々しさとが出会った時に起こった。このことで新しいタイプの市民が生まれた。すなわち荒野を手名付ける力のあるものや荒野が力と個性を与えたものだ。ターナーの随筆はアメリカ史におけるフロンティアの意義に集められ、1933年にピューリッツァー賞歴史部門賞を受賞した。 ターナーのセクショナリズム学説はそのフロンティア学説とほとんど同じくらい歴史家の間に影響を与えた。異なる民族と文化の集団はそれに固有の開拓様式があり、このことが政治、経済及び社会におのずと現れてくると主張した。ターナーは1889年11月にシカゴでキャロライン・ミーシャー・ウッドと結婚した。夫妻には3人の子供が生まれた。 娘のドロシー・キンスリー・ターナーが成長して、孫を産んだ。ジャクソン・アレン・ターナーは1899年10月に死に、ミー・シャーウッド・ターナーは1899年2月に死んだ。ドロシーの産んだ孫の一人が歴史家、ジャクソン・ターナーメインとなり、アメリカ独立史の学者となった。ターナーは1932年、ハンティントン図書館で研究員をしていた。 カリフォルニア州で死んだ。ありがとうございます。